石村さゆりです。5歳です。よく来ましたですね。あのよく来てくれたね。パンダ好き？パンダ大好き？パパが好き。わあ、そうなの。パパが好きなの、うん、パンダパパなの。パパパンダに似てる、うん、ああそうなんだ。似てんだ。おじちゃんはね、昔クマに似てるって言われたんだよ。似てる、うん、似てないよね。どっちかというと鶴瓶みたいだよね。わかるかな。わかんないか。というわけでですね、今日は何をやっていただくかというとですね、このお子様にも楽しんでいただけるというところをですね、検証したいんですが、失敗で終わる可能性もあります。その辺はみんな笑いながら見ていていただければ問題ないんでね、パンダ隣にいる方がいいけど、こうやってね、そばにいてね。で、さゆりちゃんはさ、こういうなんか白と黒の塊のピアノみたいなの弾いたことある？うん、ちょっと遊んでみて。ピッピッピッって弾けるもんだけどいいから。おお、すごいね。それもいっぺん弾いてみようか。せーの、どうぞ。いいよ、勝手に弾いていいから。せーの、はい、おお、いいね、いいよ。こうやってこうやって上から映してもしょうがないのかな。チョン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 。じゃあね、もっと簡単な押さえ方をしてあげようか。弦こっちでピンピンピンってやってごらん。ピン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 。このリズムに乗ってピンピンピン。あ、それでピンピンピン。はい。ピンピンピン。はい。ピンピンピン。じゃあね、これでね、お友達呼ぶときにね、こんなことさゆりちゃん、遊びましょうってやったことないよね。それここ今こう触ったね。さゆりちゃんってやってごらん。はい、せーの、さゆりちゃん。ぷぺーと、せーの、さゆりちゃん。できた、できた、できた。あ、遊びましょう。この、はい、遊びましょう。はい、せーの、遊びましょう。はい、じゃあ声出していってみようか。自分の名前じゃおかしいな。おじちゃんね、直樹くんって言うんだよ。くんって年じゃないんだよね。おじちゃんは多分君のお父さんよりもね、100年ぐらい年上だと思うんだけどね。直樹くん遊びましょうって言ってみてくれる？せーの、直樹くん遊びましょう。はい、行くよ。じゃあね、これ直樹くん、はい、一緒にやって、せーの、おじさん、その通り。なんか真似していいね。せーの、直樹くん遊びましょう。はい、直樹くん遊びましょう。お、指順を覚えたいんだね。これ違いがわかるよね。はい。あ、いい。はい。はい。あ、なんかいいね。はい。はい。あ、そうで。そうそうそう、触ってこうやって触るだけでいい音がするからね。で、これ弾けるようになったんでしょ。咲いた、じゃあ一緒にやってみようか。せーの、咲いた、はい、咲いた。そこまでしかできないかしら。そう、先覚えたい、うん、覚えたい。この後のこれができるの、ちょっと弾いてみる。いいよ。はい。はい、もう一遍。はい、次これどう？はい。あと、追っかけてごらん。ラー、ラー。もうちょい左。じゃあ左こっち。そうか、ちっちゃい子は右と左逆になるんだよね。文字も逆なんだよ。ここだよ。はい、じゃあ、トーン。お、できた、できた、できた。はい、その頼み頑張って、勇気出しってみよう。そう、いいよ、いいよ。じゃあ次。そう、うん、ここだった、惜しかった。はい。じゃあ次。はい、OK。すごいね。あと1年経ったらこれ絶対弾けるよ。でも、ちょっとずつ覚えていくか。ここまで弾けたよね。だから、1個飛ばして、ここ。これが弾けたらもう今日は OK。大丈夫。せーの。1個飛ばして、あ、できた、よくできた、すごいね。
だってこれいつも弾いてるわけじゃないんでしょ。ああこんなね、こんなスタジオに来てね、変なおじいちゃん急につかまされてね、パンダどうですかって言われてね、よくやるね、偉いね、この人のお父様とお母様に御礼を申し上げたいと思います。これから2人は楽しくずっと、これから未来後カメラが回ってる間ずっとこうやって遊んでます。いいですね、暗い暗い咲いたですね。あ、この子才能あるかもしれない、マジ。いいよ。おすごいじゃん。ボン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 、もう何でもいいから弾いちゃおう。はい。うん、そうそう。ちょっと暗めのチューリップになりましたけどね。なかなか面白いですよ。これからもちょっとね、チャンスがあれば出てきていただきたいなと思いますけど。じゃあ2人でちゃんとね、もう最後にね、自分の名前もっぺん言ってね、アピールしちゃおうか。ね、はい、自分の名前言ってごらん。はい。西村さゆりです。5歳です。はい、西直樹です。55歳に今年なります。では皆さん、さよなら。